今回のスピーチューブはこちらにお邪魔いたしました。岡山県津山市、街歩き探訪。昔の町並み、戦火を免れた津山の城下町を歩きます。最後までよろしくお願いします。ちょっとなんか宝冠町商店街みたいな雰囲気ありますけど、まあ、結構ね歩いたりするんですけど、まあ、リベンジということで100円札。アーケードだね、これ。あ、なんか今からお店で行くのかな、酒場。ここがなんか恵比寿横丁っていうみたいです。古生町、山じゃなかった、牛がこの辺住んでる。なんか神社がちょっと集会所みたいな。うわすごいね、なんか立派な建物が。うわぁ、旅館かな。おお、なんて書いてある？あ、酒な？あ、旅館って書いてるね。西なんとか旅館。で、これ城下町巡りね、場所になってます。街歩きシリーズ。あ、西村旅館。西村旅館ね。すごいなんか天満。なんとか読めない字が。
エスカレーターがカーブになってます。ここでも、ね、中入ったら撮影禁止なんで、まあ、この外側からのねあれになるんですけど、これでカーブになってるんですよね。なかなかないですよ。でもはい、次行きましょう。なんかすごいね。あれも商店街かな。なんかねいいね。お子様用遊び着パジャマ、学校のこの体操服がね売ってあるという、はい、カステラ屋さん、カステラ屋さんで、そのね、これもう津山といったらこのビーズのもと靴屋さんね、靴屋さんを改装して、結構なんかお店を食べるとこあるね。はい、まあ、ここの通り通るのは結構初めてかも。これめっちゃ気になる。ここなんだこれ。サロンか、サロン。2番か。飲み屋街かな、この辺は。まだほんま変わった雰囲気だよね。魚屋さん、あ、でもスタッフがね、結構はい、戸川町、お、お寺、お寺さんだ。また変わった。
山寺だったのかな、重要文化財とか、桶屋町、桶職人がこの辺住んでたんだ。桶作りのエリア、桶町、城下町巡りちゃんとねありますね。城下町巡り、お、ここも地震か、登録有形文化財ね。堀とか、堀とかやっぱりなのかな。あ、やっぱり許可がいるんだね。利用するの、後楽園のみたいな中にある茶室みたいな感じなのかな。はい、南新山、構成施設、なるほど、ここですな。これは3丁目ね、さっき通りかけた。お茶屋さん、あ、ちょっとここに変わったのがありますね。すごい小判とかお金がこんなんある、ね、お、ここはどうなってんだ、これはすごい、絵がねあるね。このアーケードがやっぱすごいね。まあ、来た場所戻ってきました。すごいな、マーケットが。すごいね、これキッチンカーが。
ごいな。ちょっとなんか飲食店が目立つかな。うん。新地通りね。薬新地。なんかディープな感じやな。エミ写真館。おお。これも重要文化財ね。昭和4年。昭和4年の建物みたいです。立派な。この目の前の建物気になるけど、旅館。結構ね、有名なおまんじゅう屋さんらしいです。はい。らしいですよ。大判焼き。ね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ね。ちょっとまた変わった雰囲気の津山の町でしたけども。ぜひ皆さんも行ってみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。